はい、えー。皆さん、こんにちは。アルファアカデミーの入りです。よろしくお願いいたします。今日は、えー、とグループディスカッションを、あの、実習、アルファの実習ゼミで、えー、やりたいということで、まあ、簡単に講義をしてほしいという依頼をいただいたので、えー、非常に簡単にご説明します。で、実際には、あの、アルファの えー、ケース、グループディスカッション対策個別指導っていうのがあるので、これ一回やっとくと、あの、ケースでもグループディスカッションでも落ちないので、ぜひ、あの、そちらの方は受講していただければと思いますが、一応まあ皆さんで、そこで一応一旦、あの、やり方を学んでから、あの、自主ゼミとかでどんどん、その、実際に試していくっていうのが、まあ一番いいやり方なので、あのー、多分、 こうすごく大雑把にしか今の今日のところはご説明できないんですけれどもまあんとなくそうなんだなっていうのは分かっていただければと思いますで、えー、と最近だとですねグループディスカッションってあの、まあ、あのコンサルティングだけじゃなくて、まあ、ほとんどの業界業種商社ですらグループディスカッションあって結構ですねあの三菱商事でもやりだしているので えー、そういうところのグループディスカッションとかで落ちないようにしてほしいなと。そこで落ちるの結構いるんですよね。あの、もったいないんでね。あの、グループディスカッション慣れてないっていうのはすごいもったいないので、ぜひ、あの、しっかり練習してください。で、基本的な、あの、ロジックだけ押さえて、ちょっと一個宿題を出して皆さんで。あの、非常に簡単なね、初級編なんで、あの、ポイントだけ押さえます。で、GD 対策。 1で一つ目はですねその議論を進めろってことです。これですね、議論を進めましょうって。これですね、あのー、例えば5人ぐらいでディスカッションしてお題が出て、えーまあ、みんなワーワーこう話すんですけども、例えばタイムキーパーやったり、初期やったりとか、まあ、いろいろまあ見てると、ですね、まあ、なんかみんな頑張ってやってるんですが、あの全く関係ないです。 全く関係なくてそれは初期はやらなくていいとかそのタイムキーパーやらなくていいっていうことでは全然なくてそこはまあ,あの積極的にやっていただければいいんですけれども誰が一番評価されるかっていうことが大事じゃないですかで評価されて次のステップにあの呼んでもらえる人になるっていうことが大事なのでそれはもう取りも直さずですね議論を前に前に進めるように。 あの、努力してた人が高い評価を得るっていうのは、これはもうアルファでもう何百回と、あの、グループディスカッションの、まあ、リアルな、まあ、これからゼミでもやりますけれども、リアルな、その、グループディスカッションの、まあ、練習をやって、で、みんなお互い評価をして、で、どの人が良かった、となんで良かったのかって聞くともう100、100%の答えは、この人は議論を前に進めてたと。 いうところで高い評価を得ています。したがってなも、もちろんそうなんですけど、何も喋らずにですね、そういう評価がもらえるわけでもなく、逆に言うと、口数が多いだけであんまりエフェクティブに効果的に議論を進めてなかったりすると、それはまた逆効果なので、効果的に一生懸命どんどん、まあ、スピークアップって、まあ、話すっていうことですよね。とにかくどんどん話をして、で、えー、議論を前に前に。 進めていくことが大事ですで。もっと言うとですね、つまり議論を前に前に進めていくことで高い評価を得れるわけじゃないですか。ということは何かっていうと、そのお題がまあ与えられて、それに対して別にその答えを、正解を導ける人じゃないんですよね。別に途中で議論は終わってもいいんですよ。終わるように仕掛けてるんで、相手もですね、途中でまあ逆に言うと終わらないようにその焦らせて、 時間も短くしてるのが、まあ、グループディスカッションなので、なんかあんまりそういうところで、まあ、皆さん受験のね、あの、受験で結構いい結果を出してきている人たちだと思うんで、なんかこう、問題最後までいかないと怖いみたいなのがあるんですけれども、グループディスカッションはそうじゃなくて、プロセスを見てるんで、どういうディスカッションをするかっていうプロセスを見ているので、結論までいくってことは必要がないです。ただ、その与えられた、例えば20分な20分の間で、 そのどん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 そのチームをですねドライブしていってあのチームとして最高の結論に持っていこうとする努力そういう姿勢を高く評価されるっていうことなのでまあそういうことを意識してグループディスカッションの練習実際のグループディスカッションをやっていただければと思います2番目これですねちょっとこれが前提 仮説、場合分け。前提、仮説、場合分け。これがすごく大事です。で、前提と仮説をしっかり最初に作らないと、しかもチームでコンセンサスを取らないと、もう話がこうあっちゃこっちゃ、あのー、広がりすぎてしまうので、この前提と仮説をしっかりとあの固めるっていうことが大事。で、場合分けっていうのは、 まあお題があ,あるとしてその,そのお題を達成するためにどういう方法があるのかっていうのを例えば3つありますねとか5つありますねとか10個ありますねっていうような形であのしっかりと話をあの分けていくで一個一個の施策について、まあ、数字的数値的なですね、まあ、定量的な評価計算をして例えば1番と3番と5番のをやれば目標は達成できますよね まあそういうふうに考えていくってことですね。で、前提とその仮説っていうのはどう違うかっていうと、前提っていうのは、例えばじゃあスターバ,ターバックスの売り上げを2倍にしてくださいって言われた時に、それお題が出たとしたら、そのスターバックスってどこにすんのかってことですよね。で、スターバックスをもう全世界のスターバックスとかやっちゃうともう大変じゃないですか。それだったら、例えばまあ渋谷の あのスクランブル交差点のところにあるスターバックス、ツタヤの上ですかね、にしようとかね、もう1個決めてしまうと、これがもう全部前提条件です。前提条件。で、じゃあ何席あって何、で、その仮説っていうのは何かっていうと、そのスターバックスにどういう条件が整っているのかっていう、まあ一,一言で言うと、前提って分かりやすく言うと、なんか公園、遊ぶ公園を決めるみたいなイメージですよね。 で遊ぶ公園を決めたら、今度仮設っていうのは、その公園の上に何が載っているのか、つまり滑り台が1個あって、まあ、そもそも例えばその公園は24時間空いていますっていう、これも前提ですよね。で、そのじゃあその上にその滑り台が1個あります。ジャングルジムが1個あって、えー、ベンチが、3人掛けのベンチが、えっと、1、2、1、2、3、4、5、5個ありますとか、なんかそういうような、で5人で全部で、まあ、あの15人マックス座れますとか。 砂場があってとか、まあそういうような、あの、その公園の中に何があるのかっていうことを、まあ立体的になんとなく表していくのが、まあ仮説です。これまとめて前提って呼んでも全然問題ないので、まあ要は皆さんの議論をするための条件を整えていきましょうと。で、整えてからディスカッションしましょうっていうことです。いいですかなので、ここをしっかりやっとくことがすごく大事ですね。 で、えっと、よくあるのは、そんな前提条件自分で決めちゃっていいんですかみたいな、そんな質問があるんですけれども、決めるのがグループディスカッションであり、ケースなので、決めないとダメです。つまり決めることを要求されています。ただ、その要求は、そのこ言葉ではされないので、まあ、あのその戦略コンサルのケースとかやってる人なんかはもう慣れてますけれども、あ,のあんまりグループディスカッションやったことない人も多いと思うので、 そういう人はですね、まず前提、グループディスカッションやる上ではあ、お題に対して前提とか仮説をちゃんと決めないとダメなんだなって。で、しかもそういうの知らない人来ますからね、グループの中に。初めましてで、知らない人いるので、まず最初に前提決めましょう、仮説決めませんかっていうのを皆さんの方から言って整理をしていくっていうことはすごく大事です。で、場合分けっていうのは、例えば売上2倍であれば、売上2倍の施策が何があるのかっていうのを考えていくってことですよね。 で前提はもう1個だけ言い忘れたのは、えー、と前提の中でよく皆さんが忘れるのは期間です、期間。例えば、売上げを2倍にしてくださいって言われたときに、いつからいつまでの期間をいつまでに2倍にするのか、もしくはいつからいつまでの期間に2倍にするのか、これによって全然議論が変わってきますよね。なので、そのタイムフレームですよね。タイムフレームはしっかりとその前提、もしくは仮説としてセットしておいていただければと思います。 これ、よく忘れるので、逆に言うと、上級者になってくると、その辺を、あの、もう自分の頭の中にインプットしておいて、あの、みんながわーっとディスカッションしてる時に、で、しかも、あの、面接官なり、会社の人が後ろをこう通るぐらいのタイミングで、そういえば、いつからいつまでをの期間で、いつからいつまでに売り上げを2倍にすることにしますか、みたいなのをンって言うと、おこいつ鋭いな、みたいなね、後ろを通った人が。 で、あの、誰もいないところでは頑張ってもあんまりしょうがないですからね。あの、ちゃんとアピールするっていうことはすごく大事なので、ぜひそういうこともやってください。で、あの、事務局でグループディスカッションの練習するときは、ちゃんとそのグループディスカッションやる側と評価する側に分かれてやるといいと思います。で、この人が良かった。で、良かった人をちゃんと、えー、名指しをして、で、なんでこの人が良かったのか、ということをちゃんと決めていくっていうことはすごく大事だし、そのために、あの、やって、 やると思うのでね、しっかりやってください。はい、次、最後は、えー、っと、アベイラブルとインパクト。アベイラブルとインパクト。でね、これは何かというと、アベイラビリティっていうのは、まあ、フィージビリティとも言うんですけれども、えー、っと、その施策できるのってことです。その施策は本当にできるんですか例えば、なんだろう、10キロ痩せようと。 いう課題があるとして、じゃあ1 0ロ g を2日で痩せ,痩せられるみたいなアイデアがあるとするじゃん。じゃあ2日食べないぐらいはできるけれども、じゃあ例えば10日飲み食いするのやめようとか、それ本当できるんですかと。いやー、その5キロは痩せるかもしれないけど、もう飲み食いなしって無理ですよねって、すごい単純な話ということです。つまりできないことを言ってもしょうがないっていうことなんですよね。なので、アベラブル。 であるかどうか、つまりフィー s ブルであるかどうか、つまりできるのかどうかっていうチェックを必ずその施策をこうさっき倍分けするって言った時にこれが本当にできるのかどうかっていうチェックをかけてください。で、施策をまず倍分けする時には普通にそのできるかできないかのチェックはしないんですよ。倍分けだけまずしてみて。で、その倍分けして、ああ、だいたい1番から5番まで方法があるねって並べ終わった後に じゃあ、それってできるのをできないのっていうチェックをしていくっていうことです。で、その次にあるのは、このインパクトですよね。インパクトって何かっていうと、まあ、ちゃんとそれってやったら効果出るのってことです。で、効果出ないことをやってもしょうがないじゃないですか。なので、例えばさっき1番から5番まであったら、それぞれがどういう、あできるのかできないのか。で、できるとしたら、どれぐらいの効果があるのかって全部数値で、全部計算をして、 で、それをしっかりと、あの、計算根拠をですね、えー、書いて、で、できるし、これだけのインパクトが出るんで、じゃあ1番から5番ある中で、2番と、例えば5番の施策を打てば、スタバの売り上げがこれからこの期間で2倍になりますよね、みたいな。従って、えー、皆さんのクライアントに対しては、あの、あの2番と5番をやってくださいと。 いう提案になるということです。いいですか。これがグループディスカッションです。で、もう一回おさらいしておくと、えー、議論をとにかく進めましょうっていう話と、えー、前提、仮説、場合分けが大事ですよっていうことと、最後、ある程度、場合分けまでいったら、今度、アベイラブルチェックとインパクトチェック。この二つをやってくださいねっていうことです。これ、あの、慣れますんで、何度もやってください。で、あの、アルファの GD ケースの個別指導でももちろんいいですし、まあ、そこは自分なりにいろいろ問題もらって解いてそれでメンターの人にフィードバックしてもらえるんですごくそういう頭ができるんですよね考える頭がなのでこれはすごくおすすめですしあとみんなで実際やってみるとであと女性とかあと外国人留学生の方なんかはなかなかねあの男性が多い中でこうスピックアップするの難しいと思いますけれども あの、黙ってていいことが起こることが、何かいいことが起こることはないので、あの、しっかりと、あの、自分の意見を言う練習をしてみてください。で、特にアルファの事務局なんは、あの、そういうリスクがないですからね。あの、練習の場としては最高だと思うので、あの、どんどん言ってみるみたいなね。嫌われるぐらい言ってみると。で、こいつザイなと思われても、評価が高ければいいので、で、それで本当に評価が高いのがどうなのかっていうことも含めて、 あの確認していただければと思います。ということで、あの非常に簡単ですけれども、あのこれで GD 対策初級編ということで、あのこういう理解で、えー、進めていただければと思います。で、あと、まあ、せっかくなんでねあの、話が出たんで、課題としては、さっき言ったスターバックスの売り上げを2倍にしてくださいと。どうぞというのを、もう最後までもし、ね、時間があれば、 あの試作を考えてアベラブルチェックとインパクトチェックをするところまでまあ大体30分ぐらいでやってみたら面白いかなと一通り分かると思います。ただあ,のあんまり慣れてない人たちが多いんであればまあなんとなく20分ぐらいずつでやって評価しやってもいいと思うのでその大事なのはみんなで一気にやらないということですね。グループディスカッションをやるチームとその人たちを評価するあの面接官チームで分かれて20分 で、その後10分フィードバックで30分。で、それが終わったら今度、あの、チェンジして、えー、面接官役をやってた人たちが今度グループディスカッション、グループディスカッションやってた人たちが面接官役になって、で、20分やって10分フィードバックみたいな感じで、あの、やっていただくと非常にいい練習になるかなと思います。ということで、またあの、年末とかにも、年末特訓ゼミとかやりますので、あの、ぜひ来てください。あの、グループディスカッションのやり方とか、 もう含めてがっつりやるので、ぜひ、あの、もうアルファのサイトに載ってますんでね、あのー、どんどん、あの、皆さん、プラクティスメイクスパーフェクトなんで、練習、練習、練習ということでやっていただいて、あの、アウトプットを磨いていただければと思います。ということで、頑張ってください。それでは、また。